ケレート。ケレート、ケレート、ケレートは、モンゴル帝国以前の時代に、モンゴル高原中北部の繁華山脈付近に、拡挙していた、チュルク遊牧民の部族集団である。漢字表記では、客列また、強、列、強列またなど。ペルシア語資料では、キレートなどと表される。ケレート、ケレイトジェライトは、ケレー、ケレイジェの複数形である。 終氏においてラシードッティーンは、ケレーの意味を、その祖先の顔色が、黒ずんだ色をしていたことによし来るとしたが、おそらくは、カラスのモンゴル語、ケリーに由来すると考えられる。モスタールト氏によると、オルドスには、今でもケエリットと称する大、小、黒、白の小遊牧民集団が残存しており、キルギス族の中にもキライギライという名の、有力士族がいるという、 ケレート部族は、ケレート氏をはじめ、チルキル、ジュルキン氏、トンカイト、コンカイト氏、トゥマウト、トベエン氏、サキアト、サカイト氏、エリアト、アルバト氏の6氏族からなっているが、支配層の一族が、ケレート氏族の中から出て以来、ケレートが彼らの総称となった。ケレートの起源は、ウイグル帝国、カイ、コズを滅ぼしたキルギス帝国、カツカツココウ。 モンゴル高原から駆逐したモンゴル系部族集団、特ズタタルの最有力種であったと考えられている。やがてケレートの祖先にあたるこの部族集団は、同じくキルギスを追い出したウイグルの影響を濃厚に受けた西モンゴル地方の部族の内満部族連合とモンゴル高原をめぐって熾烈な覇権争いを開けすることになった。アブールファラジによれば、ケレート族は11世紀の初頭に、 オングと内マンラ西方の遊牧諸部族と共にネストリウス派、キリスト教を信仰し、ウイグル文字を用い、文化的に進んだ部族となっていたという。領氏に登場する、ソウラナイという民族が、ケレートに否定されている。領長の聖州が、ソウラナイの諸部にそれぞれ節度使を任命して、その分割統治を推し進めると、これに抵抗する反乱が起き、カトン朝カトン馬陸を包囲すると、 カラスイニシエもこうして立ち上がった。一旦は鎮圧されたものの、これを契機に、キッタンの西北経営に、頓挫の兆しが現れ始めた。1026年、キッタン軍のアマシュウイグル攻撃失敗に乗じて、総占い処分は揃ってキッタンに背き、キッタンの統制力の緩みに乗じて、北総占いのマフル、ここが、総占い処分の統合を遂げ、1089年には、 両朝もその王権を認めることとなった。この、マフルココナル人物は、終始にあるマルクズ・ブイルク艦、マーゴス・ビーハー・キュカーンに否定されている。ブイル・ノールに住むタタル部族に、ナウル・ブイルク艦、エネハー・ビーハー・キュカーンという部族長がいた。ある時彼は機械を狙ってケレート部族長のマルクズ・ブイルクカンを捕らえて、キッタン族のあるに引き渡すことに成功し、 マルクズルク艦はキハゼに打ち付けられて処刑された。マルクズの妻、クトクタイハリグチ、クトクタニケレクチンは復讐するため、タタル部族に酒を献上すると偽って、100オンドル、ウンドルの馬入子を500万用意して、タタル部へ向かった。しかし、中に入っているのは100人の武装した勇士であり、到着するなり100人の武装した勇士は、ナウルブイルク艦をはじめとする。 タタル部人を次々と殺害した。こうして、妻のクトクイはマルクズの仇を取ることができた。終始には、サリクカン、ソリックキューンという人物が登場するが、これもマルクズと同一人物とされる。彼は、アルチタタルと戦い、あると聞きたモンゴリアの用地、ブルカン山のダッシュをめぐって激戦交えた。サリクカンははじめ、山の近くまで押し寄せた。 タタル族の一首長、クムスサイジャン、K、メートル S サイジャングを打ちまかしたが、その勝利に酔いしれて油断している隙に、他のタタル首長コリダイ、ダイル、クラダイでイヤーに不意をつかれて、大敗北し、窮地に陥った。そこで、彼はやむなくそれまで敵対していた西隣の大国、ベテキン内満族の V 力館、なくしたヤンカンに援助を求めた。ベテキン氏族の首長はこの好期を見逃さず、 早速娘を、サリクカンの子のクルチャクスに嫁がせて、サリクカンを抱き込み、東モンゴリアへの勢力拡大を図った。かくして、ベテキン内マンと陰族となった、サリクカンは、息子の嫁の兄にあたる、カジルカン、コジャー・キューンと協力して、新たに軍を起こしたタル族を打ち負かして、ようやく自国の最高を遂げたのである。この時、ケレート部族を陰で支えていたのは、 勇敢さをもって知られていたモンゴル部族であり、ベテキン内マンの主張は、サリククンを助けた報酬として、その帰下にあったモンゴル兵を貸してくれるよう要求したが、サリククンはその野望に気づいていたため、要求には応じなかった。しかし、モンゴル部族も、そんなケレート族の衰えを察し、次第に、ケレートを離れていった。マルクズには二人の息子がおり、それぞれクルジャクス。 クルジャクズ、クルチャクスブイルクカン、キューハー・ジェイク・ビーハー・キュカン、グルカン、カー・カーンといった。後を継いだのは、長男のクルジャクスで、彼もまだ幾多の苦難を舐めながら、ついにかつてのウイグル帝国の首都であるから、バルガスンを本拠地とし、ケレート部の復興を遂げる。しかし、彼の県政も一代で終わり、その死後は残った四十人の子らがカニをめぐって、激しい争いを起こした。 それを懸念していたクルジャクスは、生前多くの子らに、それぞれの文地を与えていた。クルジャクスブイル区間には、多くの子がおり、その一人トーリル、トグリルは父が死んだ時、偏境に領地を与えられていた。クルジャクスの死後はその息子であるタイテムル大使、テーティムウはターインシーと、ブッカテムル、ビキティモアがその地位をべていたが、トーリルは戻ってくるなりその兄弟を殺して、父の地位を糸った。 この時、弟のエルケから、アークコラは、内満部に難を逃れ、内満部族の助力によって、国を取り返し、トーリルを追い出すことに成功した。するとトーリルは、モンゴル部族のイエスゲーバートルのもとに難を逃れ、その助けによってエルケからを追い出し、再び国を取り戻すことができた。しかし今度は、オジノグルカンがやってきて、トーリルを追い出し、その地位を奪った。 それを聞いたモンゴル部の家すス・ゲーバートルは再び、トーリルを助け、グルカムを追い出し、グルカムはタングト地方に向かって逃亡すると、再び姿を見せることはなかった。ここで、トーリルといえすゲげえバートルは義兄弟のちぎりを結び、名優、アンダの間柄となった。多年にわたって、ケレートの君主として君臨したトーリル間であったが、またも、内満の支援を受けたエルケからによって、 国を奪われ、西方の空き隊に避難して、援助をー太が受け入れてもらえず、数年の間、数頭の羊を引き連れて、放浪生活を送ることとなった。1196年春、イエス・ゲイ・バートルの息子テムジンが成長し、諸部族の長になったことを聞くと、トーリルカンは彼に会うためグセウルコへ向かい、取り継いでもらってテムジンと会見することできた。テムジンは、父の旧友と会って、 心よく出迎え、俗家から徴収した家畜税を彼に渡した。その秋手無人は、東ラ川で宴会を開き、トーリルと不死のちぎりを結んだ。その後、ケレートのジュルキン氏族へ進軍し、二人の狩猟をさちゃべきと、大中を捕虜とした。また、タタルブの俗長メグジンセウルツらが金朝の義に従わないということで、皇帝の命を受けた、王慶上昇が軍勢を率いて、 タタル討伐を始めた。これを聞いたテムジンは、父の仇を討つ絶好の機会と考え、同盟者である、トーリルカンと共に、タタルのメグジンセウルトゥのへ攻め入った。メグジンセウルトゥは砦を築いて牢上していたが、テムジンらに捕らえられ、その場で殺害された。これを聞いた、王ー上昇は大いに喜び、テムジンに、ジャウトクリという称号を、トーリルカンには、オン、オーという称号を与え、 以来ト通リル艦は、カン、アンカーンと呼ばれるようになった。1197年、カン、テムジン同盟軍は、メルキト部族へ遠征し、勝利を得た。この時テムジンは、戦利品をすべてカンに渡した。テムジンの援助によって窮地から脱した、カンは、翌年、1198年、テムジンに相談することなく再びメルキト部へ、遠征するほどの兵力を集めることができた。 カンは、メルキト部を、ブーラケールの地で破り、メルキトの部族長徳とアベキの子、トグズべきを殺し、その子チラウン、弟の駆動を捕らえ、その家族と家畜を奪ったが、テムジンにはこれらの戦利品を何一つ分け与えなかった。1199年、カンとテムジンは、内ン部族に向かって進軍した。同盟軍は、内ン部の内紛に乗じて、内ン王、ブイルクンを攻め、 多くの捕虜と家畜を手に入れた。地に共に行動していたモンゴルジャディラと氏族のジャムカは、テムジンを妬み、恩官を誘い込んでテムジンを裏切った。テムジンは、サーリケールへ撤退したが、これを見ていた、内蔓の将、サブラクは恩官を追撃し、その弟ウィルカとジャーガンボ、ケレー帝の家族と家畜と市長を奪い、ケレーとの領土に侵入して、略奪を行った。恩管は、 息子のイルカ戦軍を敵軍に当たらせ、一方で、テムジンに死者をやって、援助を行った。テムジンは裏切られたにもかかわらず、援軍を向かわせて、内ン軍を改装させ、奪われていたものをすべて恩艦に返してやった。1200年、恩艦とテムジンは、モンゴル部の大中と士族を攻撃するため、サーリ平原で会見した。同盟軍は、大中と士族へ攻撃を仕掛け、その狩猟、 クドダルと、パルグタイ・キリルトクを、ハ・ウレンウトトラスという地で捕らえて殺した。その冬、恩艦の弟ジャーガンボと四人のゲレート武将が、恩艦を殺害しようと企てていたが、恩艦に知られたため、ジャーガンボたちは、ナイマン部へ逃亡した。1202年、ペムジンと恩艦は、タタル部を撃ち、続いて、メルキと、ナイマン、タタル、ドルベン、カタキン。 サルジウとオイラト連合軍を撃った頃、ルローの末ジャムカが温管を頼ってきた。テムジンは敵対するジャムカをかくまった温管を避難し、ジャムカはイルカ戦軍を言いくるめてテムジンを殺そうとした。1203年、ついにテムジンとケレートとの間で戦闘が起き、両者は完全に不和となった。秋、テムジンは温管不死をチェチェルウンデュルサの麓で奇襲し、 激戦の末温艦は敗走し、内萬部の領土を通過した際、オンウスンという地で内萬の国境警備の将校によって殺された。国境警備の将校らはその首を内萬王に送ったが、内萬王は温艦を殺したことに起こり、そのドクロを銀の器の中に入れて保存した。息子のイルカ戦軍はブリトベット地方へ亡命できたが、しばらくして、 彼の略奪行為がこの地方の住民の像をかき立てたので、カシュガルとホータンの諸州に隣接するクーシャーン地方を逃れたが、草とチャルカシュメという地で捕らえられて、そこの領主、カラジ族のスルターンキリジカラによって処刑された。こうして、ケレート部族は、テム人のモンゴル部族によって征服された。1206年に、テム人がチンギスカンとして即位し、 モンゴル帝国が成立した後も、ケレート部は、チンギス一門の姻族とされ、モンゴル遊牧部族連合の有力部族の一つとして、存続した。チンギスの四男、トルイの夫人で、カーン、大ハーンの門家、クビライの母となったソルコクタニベキワの娘で、恩艦の命に当たる。イルハン朝下の西アジアで時期によっては、キリスト教徒が優遇されるなど、モンゴル王家のキリスト教徒に対する、 好意的な姿勢は、ケレートの王族、貴族を通じて、モンゴル帝国の王族、貴族に、スーのキリスト教徒が含まれていたことと無関係ではないと言われている。また、ケレート部族出身者で、モンゴル帝国のもとで、軍人、管理として活躍した者も少なからず、歴史に現れる。例えば、オコデイの時に、初期官 微地の長官として活躍した賃海和人について諸説あるが、ケレート出身とする説が存在する。モンゴル高原においては、ケレート部族の名は、モンゴル帝国の解体とともにやがてその名は、歴史から姿を消した。ただし、15世紀以降のオイラト部族連合に属し、現在も存続しているトルグート部は、ケレートの後裔とされている。一方、 モンゴル帝国の拡張とともに、中央ユーラシア全域に拡散したケレート部族の名は、西方では、モンゴル高原よりも長く残り、現在も、カザフなど中央アジアのトゥルク系民族の間に、ケレート部族名を見出すことができる。終始、ケレート部族史には、彼らの住地は、オノン、ケルレンであり、モグリスタンの地にあるとある。ラシード・ティーンは、ジャーミウッタワーリーフ。 中史において、中央ユーラシア草原の遊牧民を大きく四つに分類し、第三類、以前は独立した主張を持っていたが、第二のトゥルク部族とも、第四のモンゴル部族ともつながりはなく、しかし外観や言語は彼らと近いトゥルク部族に、ケレートを含めている。つまり、トゥルク系ではあるが、モンゴル系に近い言語、もしくはトゥルク系とモンゴル系の中間に位置する言語で、 あったと推測される。そのため、ケレートは、トゥルク系ともモンゴル系ともされている。ケレートは11世紀の初めにネストリウス派の僧侶によって改修させられて、以降、ネストリウス派キリスト教を信仰していた。当時ネストリウス派は中国をはじめとして、東方諸国に広く浸透していため、北方遊牧民であるケレートにも信仰が広まった。そのため、ケレートの君主である、 マルクズ、マーカスやクルジャクス、カーフスの名も、キリスト教に関した名前、マーカス、セルイアカスである。ケレートは名手である、ケレート氏を中心に、6つの氏族によって構成されていた。ケレートの君主は、代々官、アセカーンを君主号とした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。